またあれですよ、水泳をしていまして、いやめんどくせえな、やっぱここまで来たんですけど。あ、ショーカルマ、やっぱサマエルだな。まだサマエルに一回やられちったよ。で、水路をゲームオーバーになる前に一回さまよってたんで、まあルートは結構構築できたんですけど、ロストワードいいなと思ったんですよね。個人的にはすげえ強いと思うんですけど、どうなんだろう、万能でしょ、いいんじゃねえかな、セーブセーブ、もうやだよ、あこ通りたくないよ水路。うわ、オロチか、なんも、あ、逃がしはしたが、これはまた何たる漁港、王道の吉兆であろう。おいマジか、オロチ多分ブフだと思うんだよな、わかんないけど。ザン、あザンどうだろう、あーブロックされた、えターン多すぎじゃない、あハターンか、なんダメか、ちょ待って、どうしようか、ヒート、あこれもしかして8体倒さないとダメなやつ、あそんなことないか、びっくりした、マスボン打ってくんのか、物理も NG か、えこれ超めんどくさいんだけど、一個だけとりあえず分かったのは、うん、物理リフレクター、あリカーン持ってた、持ってたけど回して物理、テラダイン、こいつ何でもありだな、やばい、終わった、つえー、どうすりゃいいんだよこいつ、おかしい、ターン数がおかしい、あーめっちゃきついんで、ちょっとね諦めようと思ったんですけど、これ使っちゃう、これはねこのゲームは売らない方がいいかもしれない、これ、そうだね、売らない方がいい気がする、よっしゃサーフ、ヒート、アルジラ、これでいくか、結構やってんだけどやっぱね勝てないな、でふと思い出したようにグレートチャクラと相馬の存在に気づいたんだよね、相馬多分先に使うかな、いけるうちにガンガンいく、それ一旦来てほしかったな、どうせ後でチャクラ吸われるから、結構ガンガン、そんなでもガッツリ攻めるって感じじゃないけど、いやまあ吸われんだよなどうせ多分、
いやきついよマジで。あこれメディアマだな。なんか氷結率がな、氷結アップとかないかな、氷漬けアップみたいな、みたいな。ここでメディアマ、殴る。さっきやったときは2回ぐらいしか来んなかったからな、ずっとやってる。マスボンいいよ、凍りまくってくんねえかな、もっとテンポよくいくよ、この辺は。ゴジのディアラマとかないのかな。まだ回復があったら本当にやばいな。なくてもまあやばいんだけど、まあまあ、うん、いやーきつい。メンティーがなったらとりあえずまあスコーマとかな。パターンがまだ決まってるからいいよな。もっとやばいボスなんて結構ザラにいるからな。これも狙って撃ってこないだけまだ、うん、狙われたら超めんどくさいだろうな。マルジラに行くな。回復、あー来たか。2回ほどね体力悪化までは持ってったんですけどね、ダメだったね結局。あーなっちゃったか。6ね。あー2人になっちゃったか。ここはまあもう直してこう、うん、あれ落としたか。ブレックスを踏んで、つむり、うん、OK、 ふう、お、属性が一致しますな。ふう、これコーラーズでマジこんねえな。今の違うな、今のは NT、 あでもまあいいか、 NT は。マジか、マジかよ、きっちり。俺とか全然来なかったな。ホールと美味しいかな。まあ打っといた方がいいんだよな、本当は。
然混んでます。美味しくね。初手マスボンだとめっちゃ美味しいんだよ。そろそろまた泥棒来るな。次泥棒来たらグレートチャクラかあれ使うか。多分次のターンで来ると思うんだよな。いやまだでも全然いけるか、全然いけるか。早く。やっぱりシエロ入れとくとこれめっちゃやばいんだよな。ターン数がやばいこと、10ターンぐらいになる相手。これ3人になったらやばいな。マッスルボンバーばっかやってりゃええねんお前は。あいやあいえマジこれ凍らねえな。マジで押すぐそれ。やばいな。おんねえな。よし。グレットチャクラ行くか。あ、ちょうど座れた。よかった。このターンでやってたらやばかったってことだよ。グレートチャクラ持っててよかったっすね本当に。これがな一番めんどくせんだよな。これがなかったら超弱いらしい、うん、なんか何無効にできるスキルがあるらしい。あっ2ターンともかかんなかった。多分初めてこのゲームで使う。回して多分まあ1回使えばいけると思うんだけどな。あとはまああれだな、うん、氷漬けになるかな、何回なるかだな、だけだな。ヒートのとこ行くな。変身クジラさん、あれ、あー、いや、メディラまでいい。よし、なんとか立て直した。デスキャンセラー持っててよかった。持っててっていうか出てよかった。いや持ってたのか、そうだな。デスっていうかデスキャンセラーって出たっすね。
あれたまにガッツで生き残り出るけど、振らなくてよかったグレートチャップ。この試合は絶対勝つぞ。もう一個使ってでも勝つ、うん、相馬とかもこれから取るやつはちょっと売らないようにしとこう。まあ、あと何個出てくるか分かんないけど、マジ凍んねんだよな、こいつ。凍ればもっとガンガンいけんだけどな。凍らなすぎでしょ、さすがにこれ。これ繰り返すしかねえや。うわ、来た。早くね。もう毒いらねえんだよな、マジで。これ超めんどくて。あー、めんどくせえ。よし、おいしい。スルボンバー、もうそれだけやってくれればいいのにな、こいつ。なんでこんねんだよ、マジで。放っとくでしょ、そこは。赤くなってくれても、あーでもなー、今回全然氷漬けになってねえかんな。うまそう、なかなか。なんでこんな凍んねえんだよ。だからめんどくせえんだよ、こいつ。もっと凍れよ。よしよし、ね、いやもう祈るしかねえわ、そればっかりは。ダメだ。あ、どうしよう、ここ微妙だけど。多分大丈夫。オッケー。おんねえな、本当に。よし、いいの、もう一生それだけやっててくれ。少しずつ回復。これもう一回やってくっかな、そろそろ。耐えてくれ、マジで。よし、アルジラに行かないで、俺に来い。よし、来た。なんでこんねんだよ、マジ。ふざけんなよ。もう一回、せめてもう一回でいいから凍ってくれ。来たな。
ーと座れんのが一番きついんだよな。最後ヒートか。あ、いや、アルジラか。 MP はまあ結構まだ大丈夫だとは思うけど、まあ、なりますわな。おんねえな、こいつ本当によ。痛い。そろそろ勝って、なんとか。マジでこいつさ、どういうことなの、なんでこんねんだよ、こんねえ。次あれだな、泥棒されたら使うかも、う一回。よっしゃ、いっちえ。あー、これはひどい、厳しいわ。ヒートいっちゃうかもしんないな。やべ、あー、よかった、耐えたぞ。これってマジ、これってあー、来た。これダメだな、もう次使わないと無理だわ。毒かかんないでほしいな。いや無理か。俺がなった。いや俺なら、ヒート打てねえのか。よし、俺でもう使おう。腕チャック。よし、使うぞ。虎の子だ。マジこんなすぎるだろ、マジこいつ。それなんだよな。あと2回ぐらいは凍ってもいいと思うんだけどな。運が悪すぎな。もうこれがラストチャンスだと思っている。遅えよ、くんの。グレチャクはでもあれは使っちゃったけど、運が良かったから、うん、後悔はしてない。なんか超上がってんだけど。3、2ぐらい上がった。30万、相馬、あ、そうだな、グレチャク2個で相馬1個返ってきたから、まあ元は取れたよね。6ポイント上がりすぎだろ。速さ、うん、すっげえ上がってる。いや強かった。
あ、これセーブ、絶対セーブ。ここで死ねないぞ。サマエル出てきても死ねねえぞ。緩んで何だったっけ、何通るんだっけ、あいつテラだっけ。こんなとこで死んだら死にきれねえよマジで。押してテラない。ちょっと待って、なんだっけこいつ。バステ、バステ。セーブ時に行こうと思ったら大変なことになった。よし、とりあえずやっと。テンタ、テンタ、テンタ、テンタがねえ。どうしよう。確かジオ取んねえんだよな。押して、ああこれ物理も取んねえんだっけ。ミヤもタルカベル。ああこれ物理だっけ、意味ねえな。こんなとこで死ねねえ。残弾員、残弾員ない。どうしよう。いやもう使っとけ。あらいっす。あ、次、次ぐらいでいけんだろ。やべえ、こいつはあれだ。うわー、ちょっと待ってこれマジで。これちょっと申し訳ないんですけど、これに逃げるやつない。ちょっとすいません、逃げさせてください。これは、いやーすいません、申し訳ねえ。これでもなんだろう、オロチ倒した後にこんなんで死にたくないから。すいません、ていうか別に縛ってるわけじゃないからな。あれはちょっとメガテンの時の練習用でっていうのが、ちょっとセット、まあ俺が抜かったせいなんだよな。本当はまあここで変えとくべきだったっていうね、どうしよっか、これか。いやー超きつかったわマジで。あれ強すぎでしょあれマジで。テンタ、テンタ、アルジラ、もうキャラが違うよねここまでいっちゃうと。どうしよっか、これ何つけてたっけ。あ、俺はもうダブルブースター大好きだからな。クラウォーカーか、あんまでも必要ねえんだよな今、タンデンがあるから。ああ、あれだわ、ドレイン、ヒートも誰だこいつって感じの。オールアタッカーでも結構好きだけどな。代謝アクセラ、ああバス停の回復か。挑発ねー、キャンセル、まあこんな感じでいいかな。あ、これは次
けとかないと。うん、そっか、じゃあ、まあいいかな、とりあえずこんな感じで。いやー、よかったよかった。このゲーム初逃げ、しかも成功したからよかった、マジで。失敗したら死んでたっていうね。一旦切りますか。あ、いや、その前にあれだけ取ろう。ここだってもうあれしかないだろ。グレートチャクラありがとう、振らなくてよかった。2個も残っててよかった。いや、切るか、うん、なんとか出てこれました。これどこ、この BGM だとあれ、あっこなのかな、ブルーなんだったっけ、階段登って、あ、行けなかったとこ、もしかしてなかったっけ、行けなかったとこ、向こう側から鍵がみたいな、違うか、登るだけみたいな。ここまで上がるんじゃない。え、マジでどこまで上がるの、エンカウントもしないし。はあ、いや、逃走それはしちゃいましたね、初めての逃走。別にまあ悪いことしてるわけでもないし、縛りしてるわけでも、いや、でもまあちょっとなんかムカつくじゃないな。ホルス絶対やばいだろこれ。嘘、反射マン、ザナドゥ、これか、ザナドゥってやつ。こいつしかも2ターンなんだけど、復活ディアラハンだと、たまりか、あ、やばい、回復だったな。塩ブフ、これやべえな。上がってったらとんでもねえやつ、あー、やばい、呼び出し、アルジラ、たまりか、シエロだな。ちょっと呼んでサーフェ呼ぼう、うん、よし、これならいける。ホルスキッチテラはディアラハン、めんどくせえこいつ。あ、ディアラハン、そういえばあれです、入れました、アルジラさんにも。テラブロック、
プール効かないだろう。じゃあ強すぎでしょ。ザナドゥ、なんでザナドゥってわけわかんねえな。ディラマプー一回やってみっか。とりあえず多分効かないけど。あ、入った。殴る。あ、電撃か。あれドレイン入れてたっけ。すっかり忘れてた。電撃はドレインねえな。凍結ドレイン。ザナドゥ、ザナドゥは 万能か。え、何属性マジで。めんどくさいこいつ。回してブフライン通るのはまだいいか。あ、やっと赤くなった。あー、めんどくさかった。ホルス強いんだけど。やばい、プレステ2がやばい。あー、カリカリいい夜。シエロセット。あー、そっか。んだ、3つ入れてっからか、こいつ。赤ジャマを1回外すか。電撃ドレインを、これ完全にサマエル用に入れてたやつだからな。誰、え、はい、赤いタグリング、かわいい。血のついたタグリング、なんだ。あ、ここに来れんのね。はい、レイヤーセル、やった。超高いやつだろこれ確か。でもホルスと戦いたくないんだけど。うわ、出た。こいつランダマイザーとか使うの、めんどくせえ。順番変えるべきだったな。いや、カットするか、めんどくせえ。